どうもクレムです。まずはチャンネル登録といいねボタンお願いします。さて今回はですね、例の和歌山の自民党セクシー懇親会の件で原口和博議員が自身の YouTube チャンネルでとんでもない暴露をされていましたね。こちらの元日経新聞記者調べということでしょうか。まあ、今回もね、短めの動画となります。まあ、一瞬となりますので、まあ、最後までね、とりあえず聞いていただきたいんですが、まあ、こういうネタを流すと、もしかして規制にかかるかもしれませんが、とりあえずね、その原口議員の YouTube チャンネルで暴露された時の内容、一部ご覧いただきましょうか。ではどうぞ。出るわ出るわの和歌山のあれもひどいね。またさらに次なるものが出てるよね。そうね。あの人たちやっぱり自分のことを特権階級だと思ってんだろうな。ですし、和歌山のケースはとってもとってもまずいことがいっぱいあります。言ってくれ。もう。女性を派遣してた会社、ヤクザのフロントです。はあ、だからそっちからもダメな話がどんどん出てきちゃう可能性あります。出るわということだそうですよ。まあどこまで事実かね、そこまではちょっと私もまだ分かりません。まだついさっきこちらの情報を見ただばかりですので、ただまあ元ね日経新聞記者の方がいい加減なことを言っているとは到底思えませんので、まあ、私の方でもねまた今後調べていきたいと思います。まあ、今回はね以上となりますけれども、まあこれでまたこの件についてもし事実だったとしてもテレビが報じるのかどうか多分報じないんでしょう。まあ今回はね以上となります。ではまた。